エースケック。グエーテ。バーバラハンドクロウ。クレアデス銀河の夜明け。ソルキン。時の物語を紡ぐ。第一の大周期。紀元前23,614年から18,489年。人間は、 環境の中に置かれた自分自身を観察し始めました。では、熊族の岩の祭壇の背景として、洞窟の壁に大きな獣の絵を描いたのはこの頃です。当時でさえ、あなた方は生命の錬金薬液である血の神聖さを尊重し、祭壇は動物たちを称えるため赤土で染め上げられました。 闇の中で木想にふける喜びを見出した時期でもあります。2> 第2の大周期。紀元前18,489年から13,364年。人間は、進化の歴史における偉大で困難な飛躍を遂げました。この時期は、脳のイメージ貯蔵庫である師匠に多くの深い記憶を残しています。 さそり座の時代、紀元前17,280年から15,120年は太陽系が銀河の夜の彼方を旅していた時期で偉大なる空の神々が地球に降りてきました。当時、あなた方は地族集団で暮らし、メンヒルを使った世界的な軌道システムによってかなりの遠距離を移動していました。 生活の糧として、家畜の大群を放牧しながら、暖かい季節は、海や川や湖の近くで、草、木の実、魚などの恵みを享受しました。世界は温暖化しつつあり、すべてが美しく輝いていたのです。神々は去る前に、月の周期を人間に理解させたいと思いました。 好きな、あなた方の日々の行動を左右しているのが分かったからです。彼らがシャーマンたち、氏族の構成員で人間とプレアデス人の根血師である者たちに相談すると、喜んで人間の感情について教えました。神々は、あなた方の感情の豊かさに共感し、シャーマンの方では、神々が、それを知らなかったことに衝撃を受けました。 その瞬間、同じ状況でも他人が自分と同じように感じているとは限らないという認識が生まれ、個別性という観念が出てきたのです。その経験から、あなた方は子供たちを観察し始め、各自のユニークさを知って驚くとともに、一体その違いはどこから来るのだろうと考えました。一方、 神々も感情について学び始めました。神々は月食が起きる時期や月が昇ったり沈んだりする方角を示すストーンサークルによってその周期を辿っていく方法を教えました。人々が月に同調し始めるとシャーマンたちはストーンサークルを使って夢時間に旅し植物、昆虫、動物、 庭の間で交わされる更新について知恵を集め、それらの波動が夜空をめぐる月の旅といかに共鳴しているかを教えました。再び表現がやってくる前に、あなた方は地球のエネルギーについて、シャーマンから多くを学びました。彼らは様々な動物から学ぶことや、自分の能力と本能的知恵を拡大し、 マスターすることを教えました。動物はそれぞれ人間の一側面を表しています。目はわし、家は亀、ハートは熊、耳は狐というように。この時期が終わる頃には、あなた方は自分自身を客観的に知り、場所ごとの微妙な異を感じ取り、 植物種や動物種のユニークな性質に対する鋭敏な目を育て、シャーマンをかっとぶようになっていました。神々は、紀元前14,200年に地球を去る前に、湿地や沼で、両生類、昆虫、爬虫類、鳥たちと共に太鼓を叩いたり、ならなら音を立てて、みんなの音を聞く方法を教えていきました。 この新しい教えは、プレアデスのシャーマンにとって非常に難題でした。なぜなら、これは様々な星と繋がる作業であり、あなた方は皆、プレアデス以外にも、地球に影響を及ぼしている構成があることを、認識させられたからです。アヌンナキの神々が、どこか空の彼方に行ってしまうと、あなた方は、 輝く姿を見送った後、彼らの帰還を願って疲れたように空を眺めました。彼らの世界の位置を知るために、夜空を動物でいっぱいの川に見立てて地図を描き、水星や小惑星が空に見えるたび、あの神々に違いないと考えました。そう、現在にいられなくなってきたのです。 第3の大周期、紀元前13,364年から8,239年、人間は本当に変わり始めました。太陽系がほとんどルト内にある時期はいつもそうなのです。空の神々とシャーマンたちは、場所の宿す特別な力について人々に教え、そのエネルギーを強化するために石の神殿を作って、 場所を守護している精霊の協力を得る方法を教えました。やがて、関わりの深い士族が集まって大きなグループを成し、特定の場所に同化するようになりました。場所ごとの特別な性質が人々に刻印付けされた結果、人間の間にも地域ごとの文化が生じ、それぞれ谷の民、湖の民、高原の民、 宮山の民になっていきました。空の動物たち、つまり、行動12級、渋滞に同調している場所もありました。狼にとって特別な場所、あるいは、熊にとって、ライオンにとって特別な場所というように、光が変化する春群や秋群、夏至や当時に、そうした特別な場所で祈る人間が増えていきました。 あなた方は動物という星の教師の中に自分の内なる世界を見出したのです。彼ら動物の難易度は土の領域から吹き上がる旋風を感じ、それが渦を巻いて夜空の星々にまで旅する様子を見ることができました。紀元前1800年の直前に人間、場所の精霊、動物、 植物を集めた一連の会議が開かれました。あなた方人間は、ほとんど神と言っていいほどパワフルで統合されていましたが、それから奇妙な時期が始まったのです。大地が震えだし、天候は変わり始め、あなた方は非常に不安になりました。予期せん方向から強すぎる風が気まぐれに吹き荒れ、 稲妻はあまりにも激しく、歩いている者は先行に足をすくわれるほどでした。あなた方は空に全長を読み取り、神々が帰ってくるに違いないと考えました。太陽系がホトンベルトの外に出たのは、獅子座の時代の終わり、紀元前8640年のことで、 洪水は、やっと引き始めました。神座の時代のスタートに引き続き、あなた方は、第四の大周期、紀元前8239年から3114年に、入り、世界は、全く違う場所になります。地軸の逆転によって大型動物の多くは絶滅し、それまでかなり北方に住んでいた熱帯の動物たちも、 死に帰るか南に移動していきました。地球上の人間と生物種は全て人痛とも言える大きな苦しみを味わい、ほとんベルトから出た時、人間の潜在意識には深い高度なが刻み付けられていました。死傷下部死傷の内部にある生命な器官に激しい感情が高度化されており、古代の記憶が蘇ると死傷でイメージに変わります。 あなた方の頭には、昔の大災害の映画を集めたフィルムライブラリーが収納されているようなものです。この刻印付けは、地球が前回ほとんどると、旅した後洪水が引き、空が晴れた時、内なる脳に包み込まれたものです。そこには、すべてが荘厳な魔法のように出現した新しい世界、まさにエデンの園が広がっていました。 あなた方は、自己の意識を持ってあたりを眺め、世界の美しさに共感しました。どこもかしこも生命を豊かにはらみ、あらゆる境界線が、女体の輪郭に見えました。山々はちぐ峡谷はイング、貝やキノコは唇でした。すべてが、女性の体のように、新しい形態を生み落とそうとしていました。 thank